こんばんは。聞こえてるのかな？ 7月10日月曜日の乃木曜日を担当する小川彩です。皆さん、今日は何してましたか？ 私はですね、パンケーキを食べてきたんですよ。めっちゃ美味しかった。なんかね、すごいいろんなものが乗っててボリューミーなやつ。パンケーキ好きですか？美味しいよね、パンケーキ。 ね、もうあんなパンケーキ初めて見ました。めっちゃ生クリームがドンって乗っててすごかった。美味しいとこあったら今度教えてください。あ、そう、ミクと行ったんですよ、パンケーキ。 いや、今日は、あ、ここにはいないですよ。あ、取 れちゃった。大丈夫です、今日は来てないです。 メイクも今日してもらったんですよ。全然自分でできるようにならないですね。 すごいナチュラルな感じでしてもらいました。 じゃあ早速乃木曜日選手権をやりたいと思います。じゃあ、今週と来週は配信日が少ないので合同でやっていきます。競技は大きいルービックキューブで色集めです。通常より大きいルービックキューブ1面16マスの中に1分間で自分が選んだ色を何マス集められるかを競います。週の中で選んだ色を最も多く集められたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。いやー、これ難しそうですよね。おっきい、初めて見たかも。じゃあちょっとまずは色をばらけさせて。あ、よいしょ、いいかな。私はもちろん白ですよ。サイリウムカラーですよ。白白ってくださいね、ライブでも。 じゃあ早速やっていきます。白ですよね、白。じゃあ、行きます。よーい、スタート。は、白、白。あ、難しいかも。あ、もうこれ以上いかない。あ、どうしよう。え？ 難しい。これ以上ないな。ルービックキューブ、終わっちゃう？あとどこやったらいいんだろう。もう無理だな。無理、意味ないか。 あ、これか。意外と1分長い。あ、なりました。12345678、12345678、半分か。あー、微妙なとこですね。ありがとうございます。どうだろう。今日は7月10日。8マスということで。どうだろう。最初だから何とも言えないですけど、8マス。なんか一番でも基準になっちゃった感じで、なんかちょっと嫌ですね。でも、身売りで、
ルービックキューブを見せてくれる方がいるんですよ。聞いとけばよかったな。めっちゃ早いんですよ、もうカシャ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 って言ってて、うわー優勝できる気はしないですね。まあ勝ちますということで、乃木曜日選手権以上です。あ、白パワーでどうにかなると信じてたんですけど、今まだ分かんないですからね。この後がすっごい下手だったら優勝の可能性もあるので、ちょっと期待しておきます。ルービックキューブマンがいるんですよね。確かにメンバーで得意な人聞いたことないけどな、いるのかな。はい、じゃあまずは全国ツアーの話ですね。もちろん真夏の全国ツアー2023始まりました。いや、7月1日と2日に北海道公演があったんですけど、あの乃木動画でね、おがちゃんいよちゃん12センチチャンネルっていうのが始まりまして、あの今日ブログも書いたので、ブログももし見てなかったら後で読んでください。今もこれ見てる方も全員読んでくださいね。北海道楽しかったですね。来てくれた方いますか？みんな来てくれた人いっぱいいる。お、広島名古屋行く、楽しみだな。そう、セットリストもね、この曲やれるんだとか、あんまり詳しくは言えないんですけど、なんかちょっと新鮮というか楽しいこといっぱいあったので、皆さんにも楽しんでもらえたんじゃないかなって思います。北海道本当に食べ物も美味しいし、あ、そう、あの終わった後にね、あの全員でお食事会をしたんですけど、先輩とごちゃ混ぜの席で、私はリリアさんとレンカさんとさくらさんとくろみさんとマオと一緒の席で、なかなか大勢の人の中だと喋れないけど、でもこうやって先輩とも話せる機会があって嬉しかったです。そう、レンカさんはね、あの最近頭を撫でてくれるんですよ。それが幸せ、いいでしょう。リリアさんはあのダンスをいつも褒めてくれるんですよ。こっちこそリリアさんのダンス大好きなんですよ。もう嬉しいですね。ダンスはこれからもね頑張って、あのもしダンス選抜みたいなユニットがあったと したら絶対に選ばれたいから、ちょっとこれからもダンスずっとめっちゃ頑張ります。あとさくらさんはね、あの食べてる姿がめちゃくちゃ可愛くてずっと見ちゃうんですよ。それで目があってふふふっていうのを何回もやってましたね、10回以上。くろみさんはもう本当に面白いです。ムードメーカーですね。もう乃木坂全体の中でもムードメーカーだと思います。もうくろみさんがいるだけでもう爆笑がもうドカンドカン起きます。先輩にもなんでそんな面白いのって言われて楽しかったな。あと、くろみさんはね、この間私誕生日だったんですけど、12時ちょうどに一番にお祝いしてくれたんですよ。いや本当になんかあったかい人ですよね。あと、ゆみきさんもね、1分に送ってくれたんですよ、12時1分。
なんか12時ぴったり狙ってくれてたみたいで、それででもなんか12時1分ってところが弓木さんらしくて なんからしいですよね でも嬉しかったです、めっちゃ。それでレターもたくさんいただいたんですよ、12時ぴったりにも、まあ、その日とかでもすごいたくさん送っていただいて、ブログのコメントとかでも本当に嬉しかったです、ありがとうございます。その日はお仕事でレンカさんとあゆめさんと一緒にいて、その2人にもお祝いしてもらえたんですよ。その後に5期生にもお祝いしてくれて、馬刺しとか食べました すごい用意してくれて幸せな誕生日でした。あ、そう、あと梅沢さんからプレゼントをいただいたんですよ ちょっと感じちゃったけど プレゼントをいただいて、いやー、まあ、ちょっと何をもらったかはちょっと内緒なんですけど、いやー嬉しくて、ちょっといい匂いみたいな感じのもらったんですけど、いや嬉しかったです 圧かけてきた、いやまあ多少は いやちょっとでも私も圧をかけていけるように頑張りたいですね、これから。憧れの先輩なので。そう、あといろはからトマトの携帯ケースをもらって、もう早速使ってます。めっちゃ可愛いんですよ。なんかただ白いのにトマトが書いてあるだけなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。そんな感じで。まあ、ちょっと話はそれましたが、全国ツアー今週の12日と13日大阪公演も始まりますので、皆さん一緒に楽しみましょう。待ってます。その後も広島、沖縄、愛知、宮城、神宮ってあるので、みんなで暑い夏にしましょう。じゃあまずは大阪で待ってるで そう、あとは真夏の全国ツアーカフェも開催中です。東京と大阪と北海道と愛知と広島で開催してます。私もね、まだ出てないんですけど、一生懸命考えたので、ちょっと皆さんぜひ行ってみてください。じゃあちょっとそろそろ宿題をしようかな。はい、前回の配信メンバーあやめさんからの宿題です。七夕のお願い事は何ですかってことで、そうですね、私はね、これもうずっと言ってるんですけど、身長が伸びたい もう努力でどうにもならないんですよ。私も生まれた時結構大きかったらしくて、それに家族もそんなみんな大きいというか、まあ、お母さんは普通くらいなんですけど、いとこに私小さい頃から顔がそっくりっていう言われてるお姉ちゃんがいるんですけど、そのお姉ちゃんが167センチとかあるんですよ。だからもう私普通に大きくなると思ってたんですよ。だからちょっと受け入れられないですね でももしかしたら願ったら叶うかもしれないので、ちょっと今年も身長伸びたいっていうのを願っておきます。そう、だからあやめさんくらいの身長になりたいですね。理想すごい。いや、伸びるといいな、本当に 切実に。はい、じゃあということで
じゃあ次回のメンバーさんに、宿題を出します。明日のメンバーさんはとっても笑顔が素敵な先輩です。誰か分かりますか？これだけで。はい、明日のメンバーさんはドゥルル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 じゃん、セミアレイさんです。そう、じゃあどうしようかな。セミアさんの宿題何がいいかな。じゃあアヤメさんとクロミさんが4期生の思い出っていう宿題だったじゃないですか、前回。だから私それ見てなんかすごい感情移入しちゃって、なんかすごいなんて言うんだろう、胸がなんか熱くなっちゃって、なんかなんて言うんですかね、なんか想像したらなんか悲しくなってきちゃって。やっぱり木の絆ってかなり強いと思うんですよ。5期生もそうだし、先輩たちはもっとさらに長い時間一緒にいるわけだし、だからいろんな思い出あるんだろうなと思って、だからちょっとセミヤさん の, みんなにお裾分けできる思い出があったら教えてほしいなって思います。じゃあそれにしようかな。セイラさんももう少しでもう最後の日になっちゃいますもんね。いや寂しいけど、ちょっとたくさん話したいけど頑張って話しに行こう。セイミヤさんへと、どうしようかな。字が汚いな。4期生さんの思い出、教えてください。よし、はい、書けました。セイミヤさんへ4期生さんの思い出を教えてください、あやより、ということで、じゃあ明日楽しみに見てます。オレンジに見えるかな、オレンジというかみかん。見えますよね、梨かな。オレンジです、みかんです。そう、私もトマト書いちゃいました。はい、じゃあ宿題終わりです。はい、そうですね。じゃがいもかな、じゃがいもはないですよね、このピョンがあるんですもん。確かに G ちょっと大きいですね。なんかね、そうミクが字が小学生っぽいっていうのは多分字が大きいからですよね、癖なんですよ。ちょっともうちょっとちっちゃい字を試みます。じゃあ何の話しようかな。乃木坂工事中、昨日は仕掛け人グランプリだったんですけど、いや面白かったですよね。でもああいうの難しいですよね、見てるとめっちゃ面白いんですけど。いやでも初めてのことをやらせてもらえるのはすごい嬉しいですよね。あ、そう、ボーリング前、その昨日の前回なんですけど、まさかの最高得点
予選最高得点 いや、びっくりですよね。乃木目でね、聞いてみたんですけど、結構みんな高得点で、普通ってどれぐらいなんですかね。でもすごいみんな高得点な方がいっぱいいて、すごい。でも楽しかった。なんかすごい、またやりたいですね。そう、お母さんが結構得意で、マイボールを持ってたりとか、割とガチ勢で 昔なんですけどね。そう、若い頃にハマってたらしいです。あと余興、ヤマケンさんにも生で会えて いやー、嬉しかったですね。忘年会とか全員でできたらいいな。なんだっけ、何言おうとしたんだっけ 忘れちゃった。いや、面白かったな、本当に余興全部 もうずっと後ろで見てるからさ、もうだんだんでもそれが普通になってきちゃって 私も余興やりたい、いつか。じゃあ来週は仕掛け人グランプリまたやるので、後編見てください。そう、最近はですね、結構耳をかけるのに、くんかけ耳かけをなんていうの、試みてるんです ちょっとまあ、夏だしすっきりと行きたいなって思って、耳出ししてます。耳かけ好き、嬉しい。最近ね、なんでか分かんないんですけど、二重幅の調子がいいんですよ めっちゃどうでもいいんですけど、やっぱね、顔の調子がいいとテンション上がりますね ウインクできるの？余裕です 私を何だと思ってるんですか。スーパーアイドルですよ。ウインクは余裕ですよ。ショーとか、いや本当にずっと長いんですよ。ちっちゃい時もずっと長くて、だから似合わなそうと思って切るの怖いんですけど、まあ、いつか切ってみたいですね。両目でウインクしてとは？ それはもう目つぶるってことですか？ん？どういうことだ？ どういうことだ？こういうこと？合ってる？ あ、こういうこと？どういうことだ？まあ、いっか。今のっていうことで、じゃあ。ポニーテールか。あ、そう、でも結構ポニーテールも、この間の、北海道公演でもやったし、よくやりますね あ、やっぱ片方ずつってことだったんだ さつきがやってたやつみたいな。ツインテールやってて、もうそれは前やったので、もうやりませんよ。しかも今日はもうすぐ撮っちゃったんですけど、猫してたんで、一応 部活応援して。部活か、部活いいですね、頑張ってください。
猫アンコール いや、これなんかですね、耳ちょっとかけてると難しいんですよね、なんかつけるのが。しかも映らないっていう微妙に猫アンコールお答えしました。はもうあと5分くらいか ボサボサになっちゃった。じゃあちょっとね、まだ話したいことがあるんですよ。ちょっとまあ5分なので、ちょっとまあ急ぎ目にというか、急ぎ目にいろいろ話せます。じゃあまずこれ小川ポーズなので 覚えといてくださいね そう、じゃ全国ツアーでもやるので見つけてください。なんかいろんな、こうした方がまあ小さいっぽいしとかいろいろあったんですけど、でもやっぱこれが一番簡単だしということでこれになったので、はい、ちょっといっぱいやっていきます、これ 小川ポーズ。そう、なんかね、全身で「小川あや」みたいな案もあったんですけど、まあちょっと簡単なのでこれにしました ダブルスリー。はい、であとは、そう、ツアーでは先輩と髪型をお揃いにしたいんですよ。そこにもちょっと注目してください。松尾さんとはもう約束してるんですけど、珠美さんともしたいし、あやめさんともしたいし、まあ、ちょっと見ててください。頑張って言ってみます。そう、乃木目とかでも送るので。見ててください。あと、超乃木坂スター誕生、今夜です。見てください。あと、雑誌なんですけど、まず13日に「週刊少年チャンピオン」さんで、14日に EX 大衆さんで、31日にはグラビアチャンピオンさんで、8月1日にビスさんに載せていただくことになりました。本当にありがとうございます。ブログにも書いてるのでまたチェックしてください。それと金曜日、東京パソコンクラブのナレーションをさせていただきます。BS テレビ東京さんで24時からです。見てください、お願いします。そして NHK さんのゆるい学校も見てくれてありがとうございました。よかったらまた感想とか教えてください。あと日向坂4期生さんの、渡辺里奈ちゃんと一緒に遊ぶ約束をしてるんです いいでしょう。だからまた遊びに行ったら乃木目とかで送るのでお楽しみに あとオンラインミート&グリート、ミーグリの開催が決定しました。日程は9月の10日、17日、24日、10月8日、11月5日、12日です。受付も始まってますので、まだ、のところ来たことないって方にも来てほしいな じゃあ待ってます。じゃあちょっとだけスクショタイムをして終わる。じゃあそろそろ乃木曜日、月曜日終わりのお時間です。30分本当に早いですね。皆さんありがとうございました。それでこれを見終わった後は皆さんブログを読んでください。あとは大阪で待ってるで 言いたいだけなんですけど、すいません じゃあ次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は小川彩でした。バイバーイ、待って。